中継が出ています。青池さん。はい、私も自称スターバックスファンです。今長野駅前にいるんですが、長野駅からすぐのところ C1 のビル1階にですね、こちらのスターバックスがオープンしたんですよ。いや、みんな飲んでますけれどもね。こんにちは。すごい人なんですよ今日は。見てください、店内人たくさんいらっしゃるんですけれども、はい、店内だけではなくてですね、コーヒーを飲むために並んでる方がこちらずらっと、どうでしょう、3、40名は並んでるでしょうか。すごいですね。今日は朝からこんな状態ずらずっと続いてると。そうなんですよ。いや、銀座に日本の第1号店がオープンしてから8年間、長野の皆さん本当に待ちに待ったことでしょう。私も待っていました。スターバックスが20年前生中継するほど話題になった大手コーヒーチェーンスターバックスの県内初上陸。はい、スターバックスラテがサイズが3サイズございまして、はい、ショートとトールとグランデの3サイズございます。 SML ではないコーヒーのサイズ。周辺のカフェの情報も伝えました。初日は列が途絶えませんでした。一昨日で20周年を迎えた県内1号店長野駅前店は C1 ビルの1階にあります。節目を祝ってスタッフや常連客からのメッセージが書かれています。髪切られました。そう、今日来た。素敵。皆さんで、ね、すごく笑顔でね、いつも元気もらってるんですよ。なのでちょっと来たくて来てます。なんか期間限定のなんかレモンのやつあったんで飲んでます。店内の雰囲気がおしゃれなのと、あと飲み物も普通に美味しいのでよく利用してます。1971年にアメリカシアトルで創業したスターバックスコーヒー。今は世界におよそ34,000店、日本国内1,800店、県内26店舗に広がっています。おめでとうございます。20年、おめでとうございます。いつもありがとうございます。ありがとうございます。長野市でダンススクールの代表を務める塚田真由里さん、留学していたニューヨークで見た雰囲気に感動し行動を始めます。2000年頃、スターバックスを呼ぶ会を立ち上げました。タバコぷかぷかの喫茶店じゃなく、サードプレイスであるその空間を持ってきたいなっていうふうに思ったっていうのが最初です。インストラクターとか照明集める子たちがみんな説明をして、こんなすごいカフェがあるんだよ、それを呼びたいんだからっていうことで署名をしてもらったんですよ。こうして5000人の署名が集まり、日本法人の社長に直接手渡し、出店が決まりました。さらに1号店の場所選びにも関わっていたというのです。スタバ の不動産部の人とみんなこの辺とか界隈回りまして、うちの車で一緒に回って、この辺がいい、あの辺がいいって3回ぐらいやって、で最終的にここで、はい、決まったっていう。毒まんじゅうやなんでだろうが流行語大賞に選ばれた2003年、スタバは特別なものでした。20年ですか。1号店？ああ、そうなんですか。都会的な感じで、私どこの喫茶店入るよりもスタバに来ますね。今の店長で10代目です。他の地域では聞かないようなそういう署名活動なので、なんかスターバックスとしてもなんかその思いを継いでいきたいなっていうのは今も思います。いかに当時は特別だったか。オープンの5日後にはこんなリポートも。あの日1日だけでここ長野店の売り上げは300万円以上を記録しました。現在国内にスターバックスは474店舗あるんですが、その1日の平均売り上げは37万円だそうです。ですから長野店の売り上げ300万円というのはいかに大きな数字かというのが分かると思います。
1日の売り上げが300万円を超え、初日売り上げの世界記録を叩き出しました。長野駅前店元店長の上野紗恵子さんは20年前アルバイトとしてこの場にいました。朝6時ぐらいにここに出勤をして準備を始めたんですけど、もう出勤した時に向こうの壁面にもう20人30人ぐらい並んでくださっていて、一番乗りで並んだ方は4時半ぐらいから並んでいたとおっしゃってましたが、市民からの要望があり、出店前からの期待感の大きさが分かります。列もできたし、当日の売り上げ世界一にもなれましたし、本当に特別感がありました。で、今はもう日常になっているので、まあ、本来のスタバの意味とするとそれが一番良かったので。スターバックスは20年で県内26店舗に広がり、善光寺仲見世通りにも。高校生や観光客を迎えています。こちらは20周年の記念ドリンク、バニラクリームフラペチーノにシトラス果肉と蜂蜜をトッピングしました。世界的なチェーン店ながら地域に根ざした店作りをしています。